神宮教授、あなたは救命救急を潰そうとしてるんです。まったく君はいい度胸をしてるね。みんなも同じ意見か？好きなようにやりなさい。1週間後に学長選挙だ。だが私が学長になっても君たちの味方はもういないがね。どうすんだよ新藤先生。神宮教授に喧嘩売っちゃって。気持ちがいいのは今だけですよ。俺たちは何のために医者になったんだ。何のためにこの仕事やってるんだ。小田切局長は俺に言った。人の命を救う現場には物欲も企みも嫉妬もない。患者を助けたい、ただそれだけだ。神宮教授を怒らせて何が怖い。ここにいられなくなることか。俺たちにとって一番怖いのは患者の信頼を失うことじゃないのか。俺たちが患者を生かしてるんじゃない、患者が俺たちを生かしてくれてるんだ。そのこと忘れたら、ここはもう小田切局長が作った救命救急じゃない。新藤先生の言う通りよ。そうだな、患者を救うのが俺たちの仕事だよな。